皆さんおはこんばんにちは、パラカルタのおさちです。今日はミスタードーナツで新しいドーナツを6種類買ってきました。買ってきたのがじゃーん、シューショコラ3点とクロワッサンドーナツショコラ2点、そしてチュロショコラの全部で6点です。私が買いに行った時はドーナツがまだ作り途中で、これ出来たてなんですよね。じゃあ早速いただいていきたいと思います。まずはこちらから、シューショコラダブルショコラオレンジアーモンド。この前出てたブルレドーナツがシュー生地だったんですけど、こんな感じですかね。もうどれからいこっかな、全部美味しそう。じゃあまずはダブルショコラ。はい、こちらは中にビターチョコのホイップクリームが入ってて、上はミルクチョコレートにチョコフレークがまぶされた、本当にチョコ尽くしのドーナツですね。じゃあいただきまーす。めっちゃ美味しい。もう生地はやっぱりシュー生地なんてもちもちしてて、でもふわふわ軽くて、このビターホイップのほろ苦さと上のミルクチョコレートの適度な甘さが融合して、かなり美味しいですね。めっちゃ美味しいこれ。じゃあ次はオレンジ。はい、さっきとベースは一緒で、ビターチョコホイップにスイートチョコレート。中のビターチョコホイップがオレンジピールが中に入ってるみたいですね。うわーこれ美味しそう。めっちゃフルーティー。やっぱフルーツとチョコはずるいですよね。ちょっと上に乗ってたやつはオレンジピールをシュガーコーティングさらにしたようなやつで、めっちゃフルーティーで美味しいですね。私チョコレート大好きだけど、こっちの方が好きかな。美味しい。じゃあ最後はアーモンド。はい、これはビターチョコホイップはちょっとスパイシーな香りがしますね。シナモンが効いてる。なんかシナモンってフルーツとか結構ジンジャースパイスとか混ぜ合ってることが多いんで、チョコレート単体にシナモンって結構珍しい感じがしますね。でも美味しい。3種類とも全然違って美味しい。やばい、これはもうパティシエの方が作ったっていう感じのドーナツですね。スイーツレベルが高い。で次、クロワッサンドーナツショコラのトースティッドココナッツとアーモンドキャラメルです。じゃあまずはトースティッドココナッツ。はい、これは名前の通り表面にココナッツが散りばめられてるのと、中はキャラメルクリームが入ってるみたいですね。なんかクロワッサンドーナツ美味しくなった気がするんですけど、なんかキャラメルクリームは結構ビターな感じで、なんかもうメインは生地って感じです。このサクサク食感のドーナツ生地を最大限に活かせるようなトッピングですね。ココナッツももうカリッカリでめっちゃ香ばしくって美味しいですね。うん、次はアーモンドキャラメリゼ。はい、こちらはビターチョコレートが中にサンドしてあって、上はアーモンドがキャラメリゼされてるようなドーナツですね。美味しそう。さっきのココナッツもカリッカリザクザクだったんですけど、なんかやっぱりまた違った食感ですごいいいですね。キャラメルクリームより私はチョコレートクリームかな。なんかアーモンドはキャラメリゼされてるっていうか、アーモンドが散りばめられて、砂糖も一緒に散りばめてキャラメリゼっぽくなってるような感じですね。でもほんとクロワッサンドーナツの生地がすごい美味しくなってる気がする。じゃあ最後、チロショコラローズフレーバー。めっちゃいい匂いする。皆さんこれグレースが上にかかってるんですけど、このグレースがローズっぽい香りがするんですよね。でこちらが私の大好きなホワイトチョコレートとストロベリークランチが上からかかってる感じですね。なんとも言えないお花の香りが広がる。これがローズの力。チュロ生地ももちっとして美味しいですね。このチュロスの生地はそんなに甘くないんですけど、このロースのグレースが結構甘いんで、なんか一口噛んだ感じは今までのドーナツの中で一番甘いかもしれないですね。ロースが7割、チョコレートが3割っていう感じで、お花の風味の方が強いドーナツですね。ごちそうさまでした。はい、
や、ショコラドーナツめっちゃ美味しかったですね。なんかチョコレート系のドーナツってやっぱり結構甘ったるいイメージなんですけど、全体的に甘さは抑え気味で、チョコレートのほろ苦さを生かした上品な味わいのドーナツになってたなと思いました。さすが鎧塚さんですね。パティシエさんはすごいですね。すごい迷ったんですけど、今回の6種類の中で私が一番好きだったのはシューショコラのオレンジですね。ちょっと旦那さんと半分こするんですけど、これは私が一人で食べたいと思います。インスタグラムでリクエストをくれたちかさん、ありがとうございます。じゃあぜひ皆さんもミストのショコラドーナツ食べてみてはいかがですか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちでした。バイバーイ。